どうもこんばんは、エネムです。ファン待望の石田水完全新作漫画超人 X がついに連載開始されましたね。今回は第1話超人 X の内容を徹底考察していきます。超人化。物語のクライマックスで東と時男が互いに超人化の薬を打ち込むシーンがありますが、おそらく時男だけ打っていません。軟体の超人である竹山ジョニー清に追い詰められ、二人は超人化の薬を使用することを決意します。注射器の形状をした銃を互いに向け合い、お互いに薬を打ち込んだかのように見えましたが、射撃時のパンという音は一つだけ。二人のうちどちらかは銃を撃っていないと考えられます。その後、超人になったのは時男だけ。東はその場に倒れ込んでしまいます。つまり銃を撃ったのは東だけ、薬を打ち込まれ超人になったのは時男だけということです。ではなぜ時男は東に薬を打ち込まなかったのか。それは友達である東を守るためです。時男は昔から東に助けてもらうことが多く、時男の姉からは助けてもらったらお礼をしろと言われていました。東は大切な友達であり、今自分にできることは自分が超人になって東を助けること。超人になろうとしている東を時男が引き止めたり、時男が自分で自分に薬を打ち込もうとするシーンは、東を助けたい時男の気持ちが色濃く現れています。互いに向け合った銃の引き金を自分だけ引かないことで自分だけが超人となり、東を危険にさらさず助けようとしていたと思われます。タンポポ。タンポポの花言葉は複数存在しますが、その一つに別離があります。別離の意味は別れ。タンポポの綿毛が風に乗って遠くに飛んでいく様から連想された花言葉です。東と時男が互いに超人化の薬を打ち合うシーンでは、タンポポの綿毛が飛んでいく様子が描かれており、時男は超人化に成功したものの、東は意識を失い倒れてしまいます。ここから予想できることは、東の死亡、時男と東の対立、今後は別行動となるなどが挙げられます。恨みっこなしだぞと言って互いに超人化の薬を打ち合った東と時男ですが、自分に薬を打ち込まなかった時男に怒りを感じた東は、第2話以降時男と対立関係になってしまうのかもしれません。というわけで今回は石田水最新作超人 X の第1話、超人 X のクライマックスシーンについて考察してみました。第1話から非常に濃い内容、石田水ワールド全開といった感じでしたね。僕は未だに興奮冷めやらぬといったところです。今回は超人 X 第1話配信開始直後に生放送でリスナーの皆さんと一緒に感想や考察を出し合ってまとめた内容になります。第2話更新後も感想&考察会は行う予定ですので、興味のある方は良ければ参加ください。熱い談義を交わし合いましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。